これから2020年度青山学院大学社会情報学部人間科学概論第12回の講義配信5番目5つ目の動画配信を始めたいと思います。これが最後の動画の配信になります。4つ目の講義配信で伝統的な経済学が人間の意思決定の基本としてきた 機体雇用理論ところがいろいろなデータからこの期待雇用理論の過程に期待雇用理論の大前提に、えー、反するような事例アノマリーが発見されてこの理論が揺らいできたということでしたね。でそこで期待雇用理論っていうのはやはり合理的な人間がどのように振る舞わなければいけないかというそうした規範理論として考えればいいんではないかと。その一方で人がどんな 実際には人はどのような振る舞いをするのかなぜそうした振る舞いをするのかという記述理理論、論あるいいいは説明の理論というものとととうううが必要だろうというこををお話をしました。そのまさにヒューリスティックバイアスアプローチというのは人が確率判断を求められた時に一体どんな思考をしてなぜ間違ってしまうのかということを説明していた記述理論説明の理論になっていたわけですね。 そこでそうしたヒューリスティックバイアスアプローチから始まってエイモス・トバスキーとダニエル・カーネマンが作り上げたプロスペクト理論ということについての解説をしたいと思いますプロスペクト理論アノマリーを説明する代表的な技術理論で期待効用理論を拡張したものです重要な期待効用理論との重要な違いとしてない位に三焦点という概念を明確に入れたこと ですね、これは意思決定の判断の基準点を原点とした価値関数です。でこれは期体効用理論で見たようなその効用の関数と非常によく似ているんですけども重要なのはです、ね、この参照点っていう原点の部分ゼロの部分ですね、えーえー、座標軸の交わる 原点部分っていうのが、えー、とこれがですね普遍ではなくて判断意思決定者あーのー判断基準点というものになっていてでこれはあの簡単に動いちゃうんですね非常に簡単に動きます、えー、何を判断の基準にするかということはそんなに固定的ではなくう比較的こう動きやすいんですね。 でそこからあの,そのあるその判断基準点を原点として、えー、その右側が得の状況あ、まあ、あのお金を得る状況ですねで、左側が損する状況ということになります。 それからもう一つ重要な点は確率の過重ということで、えー、と確率をですねこう学面通りに受け取っていないと人間がものを考えるときに0.5という確率は0.5というまま学面通りに受け取っていないということがありますそれはどういうことかというと小さな確率っていうのは過大評価されて中くらいあるいは高い確率は過小評価されてるんですね ですから、主観的な確率と言いましょうか。客観的な確率っていうのはデータで与えることができるでしょうけれども、人がこれぐらいだって思っている確率ですね。例えば、今ですと、原発の原子力発電所の再稼働をするとですね、それが一体こう近い将来に事故を起こす確率がどれぐらいあるか。だから非常に小さい確率だと思うんですけれども、 多分人はですねその客観的には、まあ、これ計算できないですけどね、えー、客観的な確率よりもあの事故を起こす確率って多分高く今見積もってるだろうと思われますね、まあ、そうしたことが起きてる確率を客観的に本当に正しい確率をそのまま使ってるんではなくて、えー、主観的な確率を使っててそれはかなりこう歪みがあるということですね これが先ほどプロスペクト理論の価値関数でこれはもうあの期待効用理論で出てきた効用の関数とそっくりですよねあの非常によく似ているものになります。 えっと、雇用の関数の説明の時にちょっと言わなかったことを一つ補足しておくと、えっ、ー、と、1万円の得と1万円の損では、その価値、えー、期待雇用理論では雇用は、えっ、ー、と、絶対値は随分違います。えっ、ー、と、これで見るとよくわかるように、1万円の得っていうところの価値を1とするとですね、1万円の損っていうところの、えー、価値はマイナス2点。 マイナス3に近いですかあというところになっていることがわかりますよね1万円もらった時の嬉しさっていうのは1万円損した時の悔しさとは釣り合わないんですねだからじゃんけんをやって勝ったら1万円をもらえるけど負けたら1万円払えっていうのには人は乗れないですねこのような非対称性がありますのでねさあこれがあの確率の過重関数というプロスペクト理論の重要な点です えっと、横軸が客観的な確率です。客観的な確率で、縦軸が人が考える確率。で、これが意思決定の重みになるんですね。そうすると、0.35っていうところに大体こう、 クロスしてい0.35よりも、まあ、これはあのいろんな実験で求められている値なんですが、0. だいたいいろんな実験を見るとですね0.35付近よりも小さいところっていうのは本来の確率よりも高く評価されているだから実際以上によく起きることのように思われるっていうことですねでそれからその0.35よりも右側の確率が高い部分っていうのは本来の確率よりも低い重みだから実際よりも起きないように思われているんですね でこうしたデータの、こうしたことを示したデータとしてを一つ紹介しますで。これはどんな実験かというと、アメリカ合衆国では交通事故での死亡者が1年間におよそ5万人いますと聞かされた後、いろんな他の様々な原因での死亡者数を推定するっていう実験なんですね。でそうすると、比較的よくある死因は過小評価され、マリナ死因というのは過大評価されました。 で、これはおそらくあのヒューリスティックの一つである利用可能性って言われるですね、思い出しやすい事例っていうのはたくさんあの起きているように思われるっていう、あの起きてるんだっていう、そういったヒューリスティックだろうと言われ、あの説明されています。まあ大きく報道される丸玉陽気っていうのがありますと実際以上にですね、すごく起きているように思われるということですね。で、これ実際のデータを示したグラフなんですけれども、えっと、これは右と横軸にアクチャルナンバーオブデス。 ですから、1年あたりのですね、実際の死亡者数ですね。で、それに対して、えっ、ー、と、縦軸がエスティメイティですから、あの、参加者さん、実験の参加者が、これぐらい死んじゃっているんじゃないかっていうように予測した数ですね。で、これの2つが一致すれば、えっ、ー、と、当然、傾き1の直線上に、えー、この推定値のところがこう乗ってくるはずなんですけれども、えっ、ー、と、そうなってないですよね。 先ほどの確率の過重関数と同じように、稀なものっていうのは実際よりもよく起きているように見えている。ボツルイヌス中毒とか天然痘ですが、これの実際よりも起きているっていうんですね。トルネードとかフラッドっていう,こう自然災害での死者も、ね、実際よりもたくさんいるっていうように思われているみたいですね。でそれに対して、えっと、右側の方を見るとまあよくわかると思うんですけれども、お 実際にはもっとたくさん起きていることはですね、過小評価されてますね。えー、っと、まあ、オールディジーズとオールキャンサーはちょっと除いておいてみてもいいですが、えー、っと、例えば、ハーティディジーズですね、まあ、心臓病とか、えー とストマキキャンサー胃がんとかですねいうのは実際よりもまあ起きてないように思われてるそういったことで死ぬっていう人は実際よりも少なく推定されてるということですねだから人の確率判断っていうのは歪みが判断というか確率の評価はあの主観的な確率はですね実際の確率とよりもこう歪んでて低い確率は過大評価高い確率は過小評価されがちだということですね。 少し横道に <laughs> それますけれども、えっ、ー、と日本語訳もされたカネマンダニエルカネマンのファーストアンドスローっていう本がありまして、その下巻の中にプロスペクト理論の初期の記述には滅多に起こりそうもない出来事は無視されるかまたは課題の重みがつけられるという主張が含まれていましたってことを言ってるんですね。えっ、ー、と先ほどあのあまり起こらないことっていうのは一般に課題評価されるっていうんですが、非常に確率の低いことってなるとですね、これあの結構難しくてまあ課題の重みをつけられるかもしれないんだけど、まああるいは全く 無視されるまあそれはゼロでしょうとか起きないことでしょうっていうふうになる、まあ、どちらかになるってことをそれがじゃあマリナ象があがプロスペクト理論の重確率荷重の関数のように過大評価されるっていう時には、まあ、記憶の確証バイアスが働く時だっ っていう記述があります。拡張バイアスっていうのは、えー、と基本的にはあの自分の信じてること,とを裏付けることが起きた時にはほら見ろとほら言った通りじゃないかっていうように、えー、とそうしたことがよく起こるんだとであの私が言っ,言った通りのことっていうのがあの正しいんだというそういったあの自分の信念を自分の考えを支持すること。 の証拠だけけに目をつけるんですね自分の信念に対して正しいっていう証拠だけに目をつけてそうしたことがよく起こるっていうように考えるあるいはそうしたことが正しいって考えるっていうのが拡張バイアスなんですがそうすると稀な事象であってもですねほらこんなことがありますよっていうようにほれ見ろっていうふうに示された場合 とかえー、っとあるいは激しい不安を伴う場合鮮明なイメージを伴う場合具体的な頻度表現や明示的な説明がされる場合っていう時には、えー、っと生まれな事象の確率がですね過大評価されるというように書かれています。でそうするとあの 先ほどちょっと例に挙げましたけども、原子力発電の事故みたいなことっていうのは、あの、多分我々3.11の前にはですね、あんまりそんなこと起こるって考えてなかったんでしょうね。えー、だからまあ、もともと低い確率だったやつことをまあ無視していたわけですけれども、まあ、ひとたびあのような事故が起こると、おそらくは現在の客観的な確率、まあ、これは計算できませんけどね、えー、客観的な非常に小さい確率よりももっとお上回る重みをつけて、いや、そんなことないかなり、えー、起きうる。 いいいうようよに考えてるんじゃないかなかと思いますね面白いのはこの,あのファストスローを書かれたのはあの3.11よりも前時ですからねまあその時にまあこのようなことが書かれていてまあ当然といえば当然かもしれませんけどもその後の我々の認識ってことがまさにここに書いてある通りのことが起きてるんじゃないでしょうかねはいえー、とじゃあちょっとあの今横道にそれたんで元に戻しましてこのプロスペクト理論に,によればですね、えー 気体紅用理論に対するアノマリーだと言われてたことっていうのは、うんまあ、問題ない問題ないというか期用には葉の理論には反してるんですけども、まあ、それはプロスペクト理論でちゃんと説明できると。 なんで人がそのように考えてしまうかは説明できるということになります。えっ、ー、と、あれの逆説の場合ですけれども、これ違うのは、先ほどの期待効用の計算と違ってですね、確率の部分も関数になってるんですね。π、えー、の括弧0.1ですから、250万っていうことがその効用っていうように、250万っていう金額そのものでなくて効用を考えたように、確率の方も重みづけするんですね。えー、0.1 パイ確率 fx という書き方ですが0.1だけではなくて0.1をそのまま使うんではなくてそれを何かの形でもみつけしたもの変換したものがですね使われるということで選択肢 A, が A の方がいいっていうんであればこのような関係式になっているということですよね。 あそれであの確率1っていうのは重み付けしても1です。1は1、0は0としますので、あの確実に100万円もらう方は、の π のカッコ1っていうのはイコール1になりますので、v100 だけが残ります。残ってます。さあ、それで、まあ D えー、と C と D の選択では D の方がいいっていうんだから、まあこういった式になるわけですね。 でこれちょっと並べてみて、えー、2つの A と B の選択、それから C と D の選択の式を並べてみて、それと共通部分がありますんで、えっ、ー、と、ここをうまく使って、さらに不等式を作るとですね、えっ、ー、と、この下から2番目のようなあ不等式ができます。 えっと、右辺の1番目の式の π の 0.1×v の250というところを、またさらに小さい数に置き換えてやるんですね。で、そうすると、不等号はそのまま成り立っているんですが、えっと、これを整理しますと、0.11の重みと0.89の重みを足したものが1より小さいという式になっています。 これ確率だとおかしいですね。0.11と0.89足したものは1に等しくなきゃいけないんですが、それよりも小さいというだけのことで、まあ、人の重み付けっていうのが確率をそのまま使ってるわけじゃないんで、まあ、そうこういうことが起きてるんですねというだけの話になります。でフレーミング効果もプロスペクト理論で説明ができます。あの先ほどのあれの逆説はちょっと数理的な説明でしたが、えー、とこちらは数理的な説明というよりは、その参照点 という話何を基準にするかということですねそうすると利得の状況か損失の状況かっていう話になるんだということです、えー、と選択肢 AB の場合には死ぬですね、えー、という表現が使われてるんで、えー、とその時にはこれ誰も犠牲にならない状況が参照点になってるんだろうとだからそこからあの何人死ぬっていうことにそのマイナスのことが起きるということですね誰も死なないっていうところから200人死ぬって言われれば、えー それはまあマイナスの世界っていうことですよねでそうするとあの、まあ、どちらもまあ死んじゃうんですけども死者をどれだけ減らせるかっていう損失の状況になってるっているわけですねでそうすると損失状況だとリスク追求っていう今日の、えーとえー、と前回の配信ですかねで行ったようなことになるとだから CD の場合には助かるっていう言い方をしているので、えー、と何もしないとですね600人犠牲になっちゃう。 という状況が参照点となっているんじゃないかと、でそこから何に助けられるかというような利得状況に読めるのでリスク回避が選ばれるんじゃないかという説明ができるわけですね。これあの最初の講義発信で言ったように、まああくまで説明ですからね、あの数学とかと違って完全な証明っていうのはこれはできないわけで、まあ、このように考えれば説明できてますよねというにま現象を説明しているわけです。だから他の説明が成り立つ可能性っていうのは当然常にあります。 はい。えっ、ー、と、このような今、あの、行動経済学の話をしてきましたけれども、えっ、ー、と、行動経済学、今、いろいろビジネスの世界の人たちも興味を持ってるんで、ビジネス雑誌がですね、あの、時々特集を組んだりしています。ちょっと古いんですけれども、図書館で、青山学院の皆さんは図書館からダウンロードできますのでね、まあ、その記事として、2008年の7月15日号、こういったものはダウンロードできます。行動経済学で分かったビジネス心理術。 という特集ですね。それからこちらは図書館で残念ながらダウンロードはできませんけれども、えー、これ最近のビジネス誌ですね2020年11月14日後「週刊ダイヤモンド」で最強の武器経済学っていう意味です、ねえー、右下のところ見ると分かるように行動経済学プロスペクト理論っていうのが取り上げられていますね。 はい、えーと。ではですね、この最後、お最初の動画の、本当にこの講義の一番最初に予告していた小テストです。えー、とこれはあの成績評価に関わりますのでね、よく考えてください。えー、とこれまで講義の中で行ってきたことに、ちゃんとおーヒントが、いやヒントていうか正解するためのヒントがありますのでね、えー、小テスト。 批判的思考できるかなということで、えー、OJ シンプソン裁判の話をしましたね。最初にしました。で、そこで弁護団の反論っていうのがあったわけですね。暴力を振るおが本当に妻を殺しちゃう確率は2500分の1ですよ。だから、OJ シンプソンは犯人じゃないですよ。というように、犯人である可能性はほとんどないですよ。というふうに言って、えー、弁護団が言うんで、それに対して検察は何も言えなかったわけですけども、えー、そうなのかなと。 ということですね。それを考えてほしい。えっ、ー、と、今に下にこう書いてあるのは面積図ですね。あの、正方形、面積1の正方形を書いた面積図になっていて、えっ、ー、と、犯人として、まあ、仮説として暴力を振る夫が犯人、他の誰かが犯人という、まあ、可能性がある、まあ、二つあるわけですね。まあ、まあ、他の誰かっていう時にはもっとたくさんいますけど、えっ、ー、と、とりあえずまとめて他の誰かにしておきます。えー、そして、暴力を振る夫と他の誰かは、あのー、 統計学、確率の問題みたいにその確率はいくつですというふうに与えられてないですがまあ,あの適当に半分に切っておきましょうということで、えー、と上下に半分に切りました暴力を振る夫が犯人である確率と他の誰かが犯人である確率っていうのも半分ずつに切っておきました、えー、それで、えー、と暴力を振る夫が、まあ、仮に犯人だと、まあ、し,しましょうというんですけれども、えー、とここちょっと考えにくいんですけれども暴力を振る夫って と、まあ、妻が2,500人のペア2,500ペアいてですね暴力を振る夫と妻のペアが2,500ペアいてえそのうち1人だけが妻を殺すということですからえ夫から暴力を受けていて つ妻が2500人いるとそのうち1人だけが死にますよっていうところを右側のあ一番右上の赤い領域で塗ってると思ってください本当だとこの上半分に切ったうちの2500分の1だけを赤く塗らなきゃいけないんですがそれ見えなくなっちゃうんでねちょっとあの大きく塗っています暴力フルオットがいてうんとその時のその人が本当に妻を殺しちゃう確率は2500分の1ということを表現していますで今度あの他の誰かがいて ですね、まあまあまあいてって言うんですが他の誰かがいてその人がその実際に暴力を受けていた奥さんを誰か他の奥さんですよね他の人の奥さんを殺しちゃうっていう確率っていうのがまああるはずですよね。えー、でその部分を右下の領域として色を塗ってみました。でここも問題文には、えー、上の2500分の1っていうのは問題文に与えられてますけどもお下のところは。 他の誰かが、えっ、ー、と、暴力を受けていた奥さんをおー、なんか殺しちゃうと。まあ、なんか、えっ、ー、と、家に強盗で入るのかなんのか分かりませんが、えー、殺しちゃうとうっていう確率が、まあ、あるはずです。問題文というかあ、この状況には与えられてないですけどね。えー、でも、まあ、そういうのがあるはずなんで、その領域をまあ想像して色で塗ってありますと。これはそういった図になります。 だから、これ色を塗られたところは、両方とも夫から暴力を受けていて、実際に殺されてしまった奥さんということになりますよね。さあ、で、まあこんなまあ面積図を手がかりにしてですね、この弁護団に対して、もう一度再反論を考えてくださいというのが小テストになります。えっと、このまあ講義の中で話した内容をですね、よく振り返ってくださいね。面積図ですね。 はい。えっ、ー、と、じゃあ、以上かな。はい。これで、じゃあ、あの、人間科学概論の第12回の講義、5つに分けてやってきて、ちょっと説明をですね、実際のリアルの講義よりも、あの、丁寧にやったので、90分を全部で動画足すと超えちゃいますけれども、えっ、ー、と、ちょっと長くなってしまいましたが、これで終わりたいと思います。